太刀というものがありまして、それは普通の侍が使うよりはるかに昔ですね。その頃からもう武器としてあったものですから。私が勤めていた会社が倒産しましてね、その時に宝飾を作っていたんです。それでそこで堀屋さんに頼んだ品物がありまして、それを見た時に、ああ素晴らしいもんだなと。そこで先輩も、これからの時代は最先端の道を行くか、それとも昔ながらの技術を磨いた方がいいんじゃないかということで、それで昔ながらの技術の方を選びました。入ったのが20歳ですね。1969年になりますか。それから今まで53年間やってますけども、数多くやらないと自由にタガネが動かないんですね。やり方はみんなが知っているんです。こういうふうにやればいいというのはみんな知っています。知っているけれども、実際やると自由に動かない。それにはやっぱり数、時間をかけないとちょっと無理なんですね。でもそれをやる機会が今は奪われているんです。そういう仕事自体がなくなってしまったんですね。弟子の時代に私の師匠が刀を彫ったことがあるようなことを言ったんで、意外と刀は柔らかいんだと、それであれば包丁でも彫れるんじゃないかと思って、これは真剣というよりもちょっと遊びのつもりで包丁を彫ってみたら、意外と綺麗に彫れて、彫った感じはプラチナを少し硬くしたような感じの感触でした。腰の具合とか粘り具合、前は金とかプラチナよく彫ってましたから、その感触は手に残ってますし、ただ鉄はそれよりももうちょっと硬いもんですから、それは難儀します。タガネも時々かけます。そのぐらいやはり硬いですね。鉄の色は意外と綺麗です。皆さんが思っているほどよりもはるかにキラキラ輝いて綺麗なもんだと思いますけどね。最初やった時にはね、やはりちょっと難しかったですね。難しいから少しずつクリアしていくと、またその先、またその先としてやってみようと思う気持ちになるんです。やはり先輩たちがいると、先輩よりももう少し上手くなりたいとか、そういう気持ちがありますね。たくさんの技術がありますから、一つでも多く技術を習得して作品に生かしたいなと。イライラするとやはり仕事が進みませんね。例えば私が工具を作った時には、内側を研磨するのに炭で研ぐんですけれども、1週間かかりました。ですから、そういう仕事を続けるにはその忍耐しかないんですね。そういう気をはやってせかせてやると必ず失敗します。いろんな傷が出たり。ですからしょうがありませんね。気を長くしてやるしかないんですね。この包丁に合うデザインなんて、私は考えてもすぐには出てきません。これはどうかな、これはどうかなという試行錯誤の結果ですね。やってみなければわからないんですよ。ヒントになるのは、日本には絵画というものがあります。俳句を書いて短冊にその絵を描いたりするのはご存知でしょうか。そういう単純な絵をこの包丁に彫れたら一番いいなと思っています。私の今やってるのは創世記ですから、これが最終的なあれじゃないですからね。おそらくもっともっといいものができるんじゃないかと期待してます。